こんにちは、こうです。今日はですね、私の妄想話を聞いていただきたくてお届けしてまいります。どのような妄想かと言いますと、宇宙人です。皆さん、宇宙人に興味ってありますか？私はですね、全く興味がありません。なのに今日は宇宙人のお話です。かれこれですね、半年くらい前から宇宙人に詳しい方とのつながりがですね、増えてきていたり、瞑想の中で宇宙に行ったり、そして今日ですね、宇宙人とコンタクトを取ったんですよ。今回はこのようなお話をしてまいります。宇宙に行ったり、宇宙人とコンタクトを取ったというのはですね、もう本当に妄想レベルですので、話半分に聞いていただけたらなと思います。最初に宇宙人に詳しい方とのつながりが増えてきた話なんですけど、最初につながったのはですね、いろんな宇宙人とつながってヒーリングをするというヒーラーさんとの出会いなんですよ。私のクライアントさんからですね、教えてもらった方なんですけど、何々星の何々さんとつながってエネルギーをサポートしてもらうという摩訶不思議なヒーリングなんですよね。実際のところはですね、どうなのか私にはちょっとわからないんですが、ご本人は本当にですね、宇宙人とつながっていると思っているようなんですよね。でもヒーリングをですね、しっかりされていて効果もあるんですよね。すごいですよね。その後今度は実際に宇宙船を見たという人と出会いまして、実際にですね、写真も見せてもらいました。いや、本当にリアルにですね、写っておりまして、実際に見ることができるんだなぁとこう感動しましたね。そしてこの方は、初めて宇宙船を見た時から宇宙人に興味が湧いて、いろいろ調べておられました。そして普通の人ではまず知ることができないようなですね、情報もあったりして、まあ、視点がですね、宇宙レベルになるとこの世界の見え方も違ってくるんだなぁと感心したんですよね。そしてこの後も UFO の動画をこう撮影された人とか、宇宙人と遭遇したことがある人とかですね、あとは宇宙人にさらわれて特殊な能力を身につけられた人とか、まあ、いろんな人との出会いがですね、増えてきたんです。今もこういったつながりがですね、拡大しているんですよね。ただし、まだまだ私は宇宙人熱はですね、上がっていないんですけどね。というか、まあ、存在して当たり前というように考えているので冷静なのかもしれませんね。はい、そして次は瞑想の中で宇宙へ行った話です。これはですね、瞑想で宇宙に行くということはまあ、しょっちゅうあったんですが、この時の体験はですね、超リアルで、幽体離脱をしている時と同じレベルの臨場感でした。で、ツイッターにですね、ツイートした履歴を見てみますと、3月23日でしたね。瞑想開始からしばらくすると紫色のもやが現れ、じっと集中していると突然群衆が見え出し、360度方向に立体的に世界が広がっていく。同時に複数の映像が映し出され、1秒間に5、6回切り替わる。何か私に伝えようとする人も混じる。しかし理解できないまま、最後は金色の世界に包まれ、仕事の時間となりました。そして続きがありまして、理由が知りたくて再び瞑想、また同じように大勢の人たちが見え出してきて、次にすごく眩しいブラウン管のようなスクリーンが現れる。そしてそのブラウン管に人がどんどん入っていく。次にその外側というか全貌が見えてきて、宇宙にある建物らしい。その中に入ってみたらコロニーのようなものが見えてきた、というようにですね、ツイートしてますね。もしかするとすでに地球外の場所で、暮らしている人間がいるのかもしれないなぁなんて思った体験でしたね。
そして次に、ツイートしたのが5月20日。最近宇宙関係の人とのつながりが増えている私。とうとう UFO を見ました。と言っても幽体離脱中ですが、上空に UFO の光が見え出して夢中で宇宙人さんと何度も叫んでいました。すると近づいてきてくれて、興奮しすぎて体に戻ってきてしまいました。これは幽体離脱中に UFO を見たんですよね。まあ幽体離脱中は何でもありの世界ですから、UFO を見るのもですね、当たり前なんですけどね。やっぱりものすごくリアルなので、これは感動しましたね。そして本日のツイート、今朝方小雨が屋根を叩く音で目覚めた。間もなく大降りになってきて、窓閉めないとびしょびしょになっちゃうな、でも起きるの面倒だなとうだうだ考えていると、ヒュン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 、ん？大きな物体が上空で飛んでいる音がする。キンキン、定期的に金属に何かがぶつかる音もする。これは間もなくなんだな。何が間もなくなのかも分からず考えている自分。それからすぐに大きな物体からメッセージが入る。何も心配することはない。え？どういうこと？と思った矢先に雨が止む。そっか、宇宙から無性な自分を助けに来てくれたんだなと安心して再び眠りについた、というツイートでした。今日は瞑想でもなく幽体離脱でもなく、半分夢の中だったのかもしれませんが、リアルに宇宙人の存在をですね認識しました。なんか上空にですね大きな乗り物がこう浮かんでいるのがわかるんですよ。そしてこれから何が起きるんだろうというちょっとしたですね不安と、何か新しいことが起きるかもというような大きな期待感がですねありましたね。結果として雨が止んで、目を覚まして戸をこう閉めなくても よくなったというオチではあるんですが、なかなかですね楽しい体験でしたね。あ、そうそう、ここ最近ですけど本当に眠いんですよ。ですからこう戸を閉めに行くというのが本当に億劫で、普段でしたらこう寝覚めがいいのでシャキーンとこう起きることができるんですけどね。こう調べてみたらですね、ライオンズゲートというものの影響らしいんですが、まあ、これまた私はあまり興味のない話題なんですけどね、まあ、興味がないとか言いながら意外と好きなのかもしれませんね。はい、これからも何かしら体験していくんだろうなと、漠然と思っているんですが、皆さんもですね宇宙人関連で何か体験しておられたらですね、ぜひ教えてくださいませ。はい、本日は私の妄想話にお付き合いくださいましてありがとうございました。これからもですね、宇宙人関連で何かこう新しい話題が出てきましたらお届けしていきたいと思います。本日は以上です。またね。